ベンガラあるいは酸化鉄赤は赤色顔料、研磨剤の一つ。酸化第二鉄を主要発色成分とする。ベンガラの産地、青森県東津軽郡今別町にある青森県指定天然記念物、赤根沢の赤岩酸化鉄顔料では最も生産量が多い。日本では江戸時代にインドのベンガル地方産のものを輸入したためにベンガラと名付けられた。 天然に散するもの赤鉄鋼もあるが、現在市販されているベンガラ、ベンガラは合成されたもので、工業用ベンガラである。カラーインデックスジェネリックネームは合成酸化鉄赤がピグメントレッド101で、天然酸化鉄赤がピグメントレッド102である。化学組成は鉄の赤錆と同様と言える。硫酸鉄を高温で熱し、火星ソーダで中和したものである。 ベンガラを作るにはおよそ次のような工程がある。1. 鉄鉱石を砕く。2. 硫黄分を除く。3. 不純物を沈殿させ、緑板という結晶を作る。4. 頬の葉に緑板を盛る。5. 松の焚き木で2日間、700度で焼き続ける。6. 水洗いして、石臼で粉にする。7. これを3度繰り返す。8. 粉の中の酸を水に溶け出させる。 9、ベンガラの成分が沈殿。10、上澄みをして、水を入れる。11、これを10回から100回繰り返す。12、板に塗り伸ばし天日干し。その他、赤土ベンガラ、単土ベンガラ、赤霊ベンガラ、パイプ状ベンガラ、鉄炭、ベンガラ、ローハベンガラがある。中でも、球状微粒子で赤い色相が良好なのは、ローハベンガラである。ローハは、緑板とも呼ばれ。 聖徳三年、和漢三サイズへには緑板を焼き、主心者の代用にする。これを、バンくれないという、と記述されている。また、緑板は、薬用や火薬、染料や顔料として使用され、古来赤の顔料として用いられた主心者の代わりに、緑板を焼いて加工し、赤の顔料とした。単土ベンガラと、ローハベンガラの化学組成は同様であり、FE、SI、AL。 などが強く検出されるのが特徴である。着色力、隠蔽力が大きく、耐熱性、耐水性、耐光性、耐酸性、耐アルカリ性のいずれにも優れており、安価な上無毒で、人体にも安全なため非常に用途は多い。古くは、弥生時代後期から古墳時代初頭にかけて、能尾平野を中心に生産された赤色鳥を施した土器の彩色にも使われていた。 工業用弁柄として、セメントやプラスチック、ゴムの着色、塗料、インク、絵の具等に用いられるほか、チューブ、近畿地方異性の伝統的民家建築の木材に塗られているものを目にすることができる。欠点は、彩度が低いことで、鮮やかなものは大々赤色をしている一方、彩度の低い赤葛色のものも多い。日本においては、赤というより、 褐色の顔料として認識されていることも多い。なお赤い色相の良好で彩度の高いローハベンガラは、磁期の絵付け、漆器、歴史的建造物のベンガラ塗装に多用され、江戸時代製造ローハベンガラは高品質、高付加価値であった。ベンガラ産地吹き屋の西へ堤造に大切に保存されている。現在、ローハベンガラは、日光東照宮など文化財修復や作家に使用されている。 日本工業規格では、実関用式名の一つとして、右のように定義されている。酸化鉄赤を主たる、発色成分とするものには他に、マルスレッド、レッドウォーカー、ライトレッド、ベネシャンレッド、ベネチア赤、インディアンレッド、インド赤、テラローザ、ターキー赤、鉄種、鉄炭がある。これらは同一の対象をな指すとは限らず、区別する場合がある。 光学ガラスを研磨しレインズやプリズムを製造する研磨剤として非常に広く使用されガラス研磨剤の代名詞であったレンズ製造現場ではターンに紅と呼びこれでガラス素材を研磨することを俗に紅をつける紅を散らす等という現在研磨剤はもっと切れの良い酸化セリウムに移行しているが これを、白くれないと矛盾を含んだ呼び方をするのは研磨剤、イコールべ柄であった名残である。ありがとうございます。